肉の町、三重県は松阪市。世界のブランド松阪牛はみんな知ってますよね。肉文化が栄えるこの町には美味しいお肉料理のお店がいっぱい。ということで、松阪市のお店からぜひ食べてほしいうちの一品をご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市飯南町横野にある焼肉一番さんです。焼肉一番さんは国道166号に面し、お店の横には清流櫛田川が流れます。窓の外は飯南の美しい自然が広がります。創業30年以上続く一番さん、店内はとっても親しみやすい雰囲気。飯南飯高の地元の方々に愛され続ける地域の焼肉屋さんです。さあ、焼肉一番さんのうちの一品ご紹介いただきましょう。お待たせしました。焼肉一番うちの一品、ホルモンです。ホルモン、味噌だれが食欲そそりますね。やっぱりホルモンが一番人気のメニューです。自家製の味噌だれがお客さんに大好評です。この味噌だれのファンと言ってくれるお客さんも見えます。当店カルビやタンなど牛肉も揃えていますが、ホルモンに続いて人気なのが若鶏です。ホルモン、若鶏、そしてビール、美しい川端橋の景色と一緒に最高の食事を楽しんでいただけます。ホルモン、若鶏、ビール、そして川端橋の景色、休日のお昼なんか本当に最高でしょうね。自然の景色を楽しめる焼肉屋さんって意外とないですよね。そんな焼肉一番さんのうちの一品、ホルモン、美味しそうですね。今回ご紹介した焼肉一番さん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。